しもお腹の調子が悪くなった人がその2日間何を食べたって、あ、それと私たちもデリシャスで食べたっていうことになりかねないわけじゃないですか。他が原因のことだってこれある可能性もあるでしょ。それはもっとですね、やっぱり調査がこう精密にやっていかないと全体像はまだ最終的に結論は出せないと私は思いますね。そうですよ、やっぱり本当にもともとの食材になったのか、調理の場合だったのか、それともお惣菜をとりわけその末端のところにあったのか、この辺は全体像はまだ今のところ結論は付けられないと思いますね。トングからだっていろんなところに飛び火するわけだからね。そうですね。で、他にもですね、昨日会見で上がった例としては、金を持っていたお客さんが例えばトイレを利用し、うん、